ね。夏休みの頃かしら。その時はパパもバリカンも一緒にね。バリカンのやつ今頃うちでおとなしくしてる。おとなしくしろ。あ、命が惜しかったら静かにするんだ。大変だわ。てめえら何と言ってるわかるんで静かにしろ。ママ怖い。キャロン大丈夫よ。ハイジャックだ。キャロンおとなしくしてるんだよ。抵抗するやつにはぶっ放すから覚えてろ。サニカ、奴らの目的は。おい小僧、何をキョロキョロしてるんだ。今に見て、みんなよく聞け。俺たちは伊豆の囚人島に捕らえられている。俺たち革命軍の幹部5人とここにいる乗客全部の身柄と交換するんだ。ケイン、いけないわ。じっとしてるのよ。他の乗客の皆さんに迷惑がかかったら大変よ。ええ。おい、操縦室へ行ってそろそろ行く先を変更させろ。オッケー。やあ、助けてくれ。やめなされ。そんな無益な殺生はやめなされ。おい、どうした。クソ、操縦士のやつめ。今だ。クソ、手向かいする気か。とんでもねえガキだ、ぶっ殺してやる。やめなさい。あ、来んな、近寄るな。坊主、近寄るな。近寄るとぶっ放すぞ。牧師さん。てめえ、くそー。近寄る。なぜ。溶けた。チャージマン剣、今日こそ命はもらった。貴様はジュラル星人。最初からお前を殺す目的で乗り込んだのだ。チケットを全部我々が変装して抑えてな。だがあの革命野郎の3人だけは計算外だったというわけさ。とんでもない道草を食ったものだ。今だ。それ。おかえり。ただいま。大変な目にあったね。ニュースで知ったよ。ジュラル星人が現れたのよ。ケン、よくやったぞ。うん。さて、ゆっくりと土産話でも聞くとしよう。あれ、どうしたんだい、バリカン。お土産は？あ、いっけねえ。ジェット機の中に忘れてきちゃった。ごめん、バリカン、ごめんよ。ちつまんねえの。バリカン、もう許してあげなさい。ほんと。バリカン、ほんとにバリカン。見てくれよ、バリカン。